サッカーの東アジア選手権で、女子の日、代表、なでしこジャパンは最終戦で北朝鮮に0対2で敗れ、通算成績2勝1敗で、大会ぶりの優勝はなりませんでした。日本と北朝鮮は、共にここまで2連勝で、手が、得失点の差で、日本が優勝するに、勝利が絶対条件でした。試合は午後1から千葉市の福田電子アリーナで。マリ、日本は今大会2得点の田中南選などフォワード4人を先発に起用しまし、しかし、序盤からミスもあってきた。戦に、日比剣を握られ、日本はゴール前ま、攻め込むものの相手の守りに阻まれ、決的なチャンスを作ることができませんでた。日本は後半20分にクリアミスだ。朝鮮にボールを奪われ、最高ハキム。できた朝鮮の守りを崩すことはできませんした。日本は0対2で敗れ、通算な、2、1敗で3大会ぶりの優勝はなりません、でた。高倉監督、技術的な精度ま、